な。運ばれた先の病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりゃしねえよな。ああ、今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事仇は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。え、ハンピンリューマンの島。高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には長っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られんのか。みんな真淵に踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ、クソ。でも野々宮殺しの犯人はやはり真淵だったな。あのクソ野郎、ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。どうした足立さん。ん、いや、真淵の言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかな。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのは真淵でしょ。そして真淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いやさっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。つまり真淵の狙いは清流会との戦争だ。そうみてえだな。真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。そんなことしてもし戦争が始まる前に死亡者が真淵だとバレたらどうなる。あ、他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。真淵がハンピンリューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちが。それにつながるのが真淵の言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で。で、さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するに真淵が言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだろう。何よそれ。さらに言えるのは殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ。
野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば、清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って抗争の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために店長は自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ、回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。冗談じゃねえぞあの野郎。しかも最後は真淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。そうだ、なんだかんだ言って真淵は切れ者だぜ。ふざけんな、奴の思い通りになんかさせねえ。え、さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は絶対必勝、最後は腹をくくった奴が勝つってよ。おい待てよ一番、大まけにサッチャーまでどうしちゃったんだよ。構想を止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーこのままほっといて俺らが構想の火種として濡れ衣かぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。足立さんは？まあ、小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げない。行こうぜ、反転工事に。行くぞ。はっ、失礼いたします。
ニーみたいな。ぶち殺してやるよ。上がってこい。私の番ね。どうしてだ。やってみろ。見てなさい。よろしくね。おい来た。私の番です。
ゃねえ。そんなに謝罪する場でぶちのめすんだ。見てなさい。ほら来いよ。はい。見せますよ。
はよ。トメさん頑張るぞい。いいわよ。株主総会。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方。落とし穴がありそうで怖い。経営を精査しています。ご質問のある方の方は。はっきり言いますけど、経営が甘すぎるでしょ。ご質問のある方。経営陣が信用できません。全くダメな状態ですね。計画性がないと思います。ご質問のある株主の方は。なかなかのやり手のようですね。こう考えて落とし穴がありそうで怖い。これにて定期株主総会を終了いたします。本当に申し訳ありません。いい加減にしろ。グダグダになっちまったな。株価大幅ダウンだ。ランキングがダウンしました。
頑張りますか。私疲れてるんだけど。任せとき。